こんばんは。今日は、ライブじゃなくて録画になるんですけども、実は僕の誕生日でして、で誕生日なんですけど、結婚記念日でもあって、まあ夜はちょっとゆっくりとご飯を食べようかなと思って、ちょっと今日は録画にさせてもらってます。そう、物忘れがひどすぎて、僕は結婚するときに絶対結婚記念日覚えてられないから、僕の誕生日にしたら忘れへんから、僕の誕生日にしてくれということで、僕の誕生日にそういう風になりました。もうほんとひどすぎてね、いや物忘れっていうことに関してはね、まあ身の回りのこととかもなかなかひどいですけど、なかなかできないというか、共演者の方になんか高橋さんはほんまピアノあってよかったねみたいな、周りのみんなで喋ってたけどピアノ弾く以外何もできひんから、周りが全部やってあげなあかん感じあるよなって言ってはりましたね。もうまあね、周りにお世話してもらって生かされてるので感謝ですけど、本当にそうですね。まあでも子供も生まれたんでね、ちょっとは身の回りのこと子供のお世話とかね、まあそういうのはちょっとできるようになったような気しますけど、まだまだまあ周りに迷惑かけながら好きなことやってますね。ということで今日も演奏していきたいと思います。
Thank you.